構魔王の入り口くらい。ちょっと待ってね。そう島ね、ちょっと今日配信中ちょくちょくやりながらねやるんですけどね。マックそうなんか今日はお昼くらいにちょっと一個お仕事があったんですけど、そのお仕事はお家でできるお仕事だったからし、ちょっと結構早く終わったから本当にやって、さっきまた別のお仕事というかあって、でそれでママにね送っててもらったんですけど、帰りに買ってもらって、でも聞いてくださいなんかマックのこれアイスクリームが上にトッピングしてあるのと私のこの普通タイプのがあるんですね。で私はソフトクリームがついたものを買ったんですよ。なのにこれが来てえみたいな、これはアイスクリームがついてるのが美味しいのにっていう。でもだからレシートにはアイスクリームがついてるのになってたから、うん、だから私が間違ってたわけじゃないから、なんかちょっと悲しかったっていう話えみたいな、ちょっとショックだった話です。そう言おうと思ったけど、えもう言わなかった、もういいやと思って、あ配信もあったからもういいやと思って。えそうドカン、え結構ドカン、ドカンマックス飲みたかったの、このアイスクリームトッピングしてるのがなんか怒ったよね、ちょっと車の中で怒ってた、もうって。ちょっと待ってね、結構怒ってた、結構もうドカンマックス中の感じだったみんな嬉しい、たくさんの星ありがとうございます。テイクアウトでハンバーガーなかったことある、そうね結構ありませんマックって。でも別になんか持ってきてもらうことできるけどみたいな、もういいやって感じだった。お姉さん今日暑いのに何をしていらっしゃいましたか。お仕事してましたこんばんは、どうしたの。え今日さっき買ったこのマックのブルーハワイをアイスクリームがトッピングしてるのを注文したのにアイスクリームがついてなかったっていう土管話をしました。そういえばあの和菓子すごい一緒一緒ですね。そうあれはってあそっかメールにしか載せてないんですよ。私あの和菓子をですねグラマが買ってきてくれて、私は和菓子好きじゃないんですけど、買ってきてくれた和菓子のなんかメニューっていうか6個買ってきてくれたんですけど、いちごミルクとかね結構なんかあんこ系じゃないのだったから食べれたっていう話なんですけど、そうそれをですねあのファンの方が見つけたまたまね見つけてあの写真を載せてくださって、そう一緒っていう話。こんにちは大好きです、ありがとうございます。ドカーン、そうドカーン、いくら激アツ可愛いです、ありがとうございます。あ美味しそうだった、そう和菓子あんまねあんこ好きじゃないのけど、あんこじゃないのをね、そうあんこ食べれないの、粒あんこしあん両方ね食べれなくてあんこダメだから大福とかね食べないかな自分、いちご大福とかもまあダメですね。グラマが買ってくれた大福はクリームとか入ってるなんか大福で美味しかった。やっぱねそう同じ、びっくりした、ええー、と思って、一緒、私はいちごミルクから食べました。最近の僕のドカマなしは背中に手が届かんことです、うまいダメですね食べれない、あんこダメ、ミクルンかわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。そうあの大福の中クリーム、そうなんですよクリーム、みかんヨーグルトといちごミルク食べました。私は昨日1個食べて、今日も鬼まんじゅう食べたことありますか。あります、多分でも好きじゃないです、おいしそう、美味しかった。しかもそのあのなんか大福を買ったよって載せてくださった方がなんかミクルあの今まで私が配信の時になんか持ってたピンクのハート覚えてます皆さん、名前のあれまだ持ってるかなみたいな書いてあったんですけど、持ってます、まだ大事に取っといてあります。そう今ねお名前呼べないからさ
保管してます。なんかなんていうの、筒みたいなのに入れ物に全部入れてありますよ。ハート、いちごミルク最強。いちごミルク大好き。そう、やはりジュッキーは美人さんの集まった気だと。ジュッキーのおかげで好き、応援して、ありがとうございます。応援してください。そろそろ見たい時期ね。結構名前呼べない時期は長いですよね。だから多分見れてないよね。そころからかな。バーニーさんのとこにいる時はもうダメだったから、6月からは見せてないってことですよね。だから多分、6月ぐらいからも見せれてないかな。あ、もう2ヶ月は経ってるってことだよね。いつになったらね、名前呼びしたいから。私もたまに間違えて呼ぶことあるけどあるけど、和菓子で何とか食べられる。和菓子ね、好きじゃないの全然。本当に羊羹も好きじゃないし、どら焼きも好きじゃないし、あと何がありますか。和菓子ちょっとあったらなんか教えてください。本当に食べることがなさすぎて。あ、ガチドカン話は仕事終わってもいい。あ、ロコモコバーがいいですね。会社から出なきゃ、せっかく食べてるのに終わったと思ったのにかかってくるっていうね。それはドカン。あ、わらび餅は食べれますけど、みたらし団子はあんま好きじゃないかも。昔は好きだったかな。もなか、あー、ダメかも。わらび餅は食べれる。みたらし団子は好きじゃない。栗きん昔は食べれてたけど、今は多分好きじゃないかな。なんかうん、好きじゃないですね多分。マジでドカンやな、マジでドカン。八つ橋、あ、外のお餅の部分だったら好きだけど、中は無理。カステラはもうあんま好きじゃない。あのね、昔はね食べれてたのも、多分何にも別にただ食べてただけだけど、今はちゃんと味とかなんかより分かって、あんま好きじゃない。あ、鬼まんじゅうもダメですね。だから本当にトッポッキー、それは違くない？お餅じゃない？コンペイと、あの砂糖の塊ですよね。あんまりかも。結構みんなすごい出してくれるじゃん。でもあんま好きじゃないものが多くてごめんなさい。さっきコメントでハートの池掘ったってあったけど、私昨日ね、ハートの池になるまで配信をしてたじゃないですか。で、あの後ですね、何回かやって諦めた時にですね、あのハートの池出てきて、それにしました。5月10日に見たのが最後で、12日は、あ、本当ですか。じゃあもう4ヶ月経ってるってこと。4ヶ月も名前呼びたいんだ。もうその4ヶ月の間にね、いっぱい多分初見さんとか、あの初めて見に来たって方いるから、絶対あれだよね、なんか名前呼びたい。いつまでどこまで進んだ。そう、それもね、みんなに言いたかったの。結構みんな、あつ森どうってね、言ってくれてる。桃は諦めた。多分私のあつ森情報を知りたい方もいると思う。あ、3ヶ月私何ヶ月って言った、5ヶ月とか言っちゃったかな。セブンがマジでスイーツ。セブンが一番いいよね、コンビニ。僕も初見なんですよね。そんな嘘をつかないでください。いつもたまにお見かけしますよね。ちゃんと覚えてますよ。でも名前呼べるときに多分しか来てくださってませんでした。違ったかな。今はいいやと思うと現れるんだって現れるんだって。あのセリフいいですよね。私も言った、おはよう、おはよう。私の島もリンゴ。そう、私あつ森リンゴでした。最初にハート出てきて、その島でちょっと進んだんですけど、やめて、その時はさくらんぼだった。たまにお見かけは草多分ハートの知らないって人も多分いる気がする。だからあですよね、名前呼べてる時に来てますよね。覚えてますよ。で、そう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 、でボード増やそうかなと思った時にあれだったんですよ。名前ダメになっちゃって、えみたいな、増やせないとかなってた。いくらの配信、え、もっと来てくださってません？絶対5回以上見てくれてますよ。たくさん勉強してください、私のこと。
桃送ってあげた、桃欲しい。こんにちは、あ、こんにちは。ハートのやつね、多分ハートの知らない方もいると思うんですけど、知らない方のために説明しますって言ってあの私あのピンクの画用紙でハートに切ってこうストローをつけてこうアメちゃんみたいな形をしたボードを作ってたんですけど、そこにあのいつも来てくださってる方とかコメントをくださる方をですね、あの名前を書いていつもそれをね見せて、こうランキングの発表とかした時とかにそれを出してスクショタイムっていうのをしてたんですけど、結構多分それでいろいろファンの方、そうたくさん増やしていきたいとか言ってたの。まなちゃんとしまってよかったところで、めっくる姉さんが可愛いの同じでありがとうございます。ハートハートボード羨ましいんです。でもハートのボードはどれくらい作ったんだろう。あ、そうそう、私の YouTube に、私の YouTube じゃない、あの SKE さんの公式の YouTube になんかステイホーム、その自粛期間中ステイホーム何をして過ごしているかっていう動画が一つずつ上がってて、その動画にですね私があの何ハートのボードを作ってるのが載ってるので、よかったら見てみてください。そうだから私のハートのボードしてる人はちょっと古参的な感じ、フルカブ的な、新規だし、いやいや新規でもいいんですよ。これからまた名前呼べるようになったらね見せるから、そうそうそう、全然いいんですよ。私にね新規とかフルカブとかないから、みんな私のこと好きなら一緒、みんな一緒。ステイホーム動画ね、そう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 です。今日は何分、4分ぐらいから始めたよね。え、氷で味が薄くなってる。名前だけじゃなくて、そうそうそう、シールとか、あとなんかその方が描いてほしいって言った絵とかなんかメッセージとかを結構描いてるから、その方によってもうメッセージボードがメッセージでいっぱいになってる人もいたりとかするよね。そうそうそう、でも結構あれ気に入ってる、ハートのボードで。テロップ何にしよう、まあいいや、おしゃべり配信にしとく。なんかミクルンのおしゃべり配信の方が可愛いかな、ちょっと待って。なんかいつもおしゃべり配信だったから、ちょっと自分の自己紹介を入れつつのミクルンのおしゃべり配信にしとく。ちょっと待って、みんな、あ、ちょっとみんなコメントが、まだ誰も会ったことないから握手、そうね握手会ね。ステイホーム動画見ました、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。そう、名前をねみんな見たらね、あってなるからね。はい、ミクピッピとピン会いたいんごね、みんなに会いたいんご、会えなくてどかん、早く会いたい。何の頼んでますか。マックのブルーハワイのサイダー飲んでます。なんで名前、なんかいろいろあるんですよ、ちょっと不適切なっていう関係かなと。集まりする、ちょっとする、マシンガン、もうなんかさ今配信1時間なのが結構私困ってる。そうなんかね、あの劇場って MC があるじゃないですか。私おしゃべり好きだから、あの絶対にあの MC を自信あるって言ったんだよね、マネージャーさんに。ミクルンが自分でミクルン、たまに言うよね、メールでも今日のミクルンはって言って全然私お話しするの好きだから、お話だけで全然できる。配信1時間とかドカンすぎ、え、そうドカン、だからマネージャーさんに今も1時間ですかって質問した。今日36度、今日ね車乗ったらね車の中45度だった、びっくりした。そう、あつ森配信でも多分何時間でも、でもねみんなあんまり1時間以上のあつ森配信はちょっとつまないかも。青い空、白いのブルーハワイってイメージはミクルにはないかも。確かに私青い空白い砂浜っていうよりもなんか家の中にいる方がミクルンっぽいかな。ミクルングイグイ行くスタイル、エズミスイグイ行くよ、グイ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 っていうか、なんか疑問に思ったから、なんかいつまで1時間なのか分かんなかったから、そうそうそう、1日1時間、そう合計1時間だよ。だから例えば今30分したら夜30分で合計1時間っていうのもできるし、
1回で1時間っていうのもできるかな。私は1回で1時間が多いかな。ほぼ車の温度もびっくりしたもん。そうそうそう。でも一応ね充電してあるよ今ここに手元にスイッチ。今バッテリーがね60何パーしかない。やろっかな。じゃあやりながら。なんか妹が昨日使ってて、あつ森ね。そしたらなんか私の隣にテント立てて、なんかテントの周りにいっぱい水槽飾ってて、自分が取った虫とか魚の。だから私がなんかドカンになっちゃって、なんか本当に置かないでそんな変なのって言ってそんな変なの置かないでって言って、私は自分の理想のこういう風なデザインがいいって決めてるから、そんな虫置かないでって言って勝手に虫拾って売りましたなんかちょっとね、あつ森やってる人教えてほしい。ちょっとごめんなさい、あつ森の話になっちゃうけど、誰か教えて。まだあれなの、なんか何マイルを貯めて、マイルを貯めたらまず一戸建ての家が作れるんですけど、まだローンじゃない、マイル貯められてなくてびっくりした。お姉ちゃんだってなんかさ、隣にテント立ててさ、なんかいっぱい水槽飾ってるんですよ。しかもなんか邪魔と思って、なんかタイヤとか置いてあったり、なんかリンゴの木をね揺すってリンゴが落ちるじゃないですか。なんか落ちたまんまとかにするから、なんか拾ってって言って怒ってた。なんでその島を汚していくのって言って。今服ダサいし、もうどうしたらいい、どうやったら進むの分かんない。そう、私はピンクの島がいいの。でも私あのハートのチーズゲットできたけど、フルーツがリンゴだったからショックだったけど、まあいいやっていうポジティブにまず生きて、まあミカよりマシかなと思って。でそしたら飛行場が青が良かったんですけど、オレンジだったからそれもショックだったけど、そう島共有きついから、ちょっとなんかもう一個買おう、あのスイッチ買おうって言ってママに文句言った。なんかめっちゃ島屋が汚くなってるんだけどって言って、でさっきあの私がお仕事の時にもあの妹が やってたんですけど、なんか魚だと思って釣ったらタイヤだったみたいで、そしたらタイヤが置きっぱなしになってて、もうって言ってでも草は全部ね抜いたからね、島自体はすごく綺麗。妹とね取り合いになっちゃうの。私も早く進めたいからさ、だけどなんか妹は貸して貸してとか言うし、で私あの今日起きてすぐに化粧してあのお仕事だったので朝できなくて、で昨日の夜もあの配信をしたかったんですけど、昨日の配信でもお話した通りなんか変なのになっちゃって夜中全然眠れなかったっていう話をしたじゃないですか。だから睡眠不足で昨日ですねあの11時前に寝ちゃって夜できなかったん、進められなかったんですよ。だから全然まだ進んでない状態なんですよね。だしあの DS の時と全然違う感覚で、まあ久しぶりにやったっていうのもあるんですけど、だからちょっとどうしていいか分からなくて、ちょっと教えてほしいみんなにどうしたらいいか。だからパパに言ったんですよ、なんか取り合いなんだよって。そしたらなんかで新しいの買えたらいいけど売ってないじゃんって言って、だからまた抽選でゲットするか迷ってる。でも妹はスイッチのライトの方が欲しいんですよね、しかもブルーだから。私があ、じゃあブルーゲットしなって言って、私ブルーいらないからって言ってでも新しいスイッチ出るみたいですね、いつかわかんないんですけど、なんか折りたたみ式のスイッチらしいですよ。そんなん DS じゃんね。あとケース欲しい。こんな感じ、こんな感じパパがんば、パパがなんかどこに売ってんのって言ってた。
そうだからめっちゃもうね携帯とスイッチ交互交互に見てる本当に。でも結構なんかねやっぱすごい自粛期間中にまあいろんな方がやってたじゃないですか。多分芸能人の方もすごいやってたと思うんですよ。しかもやっぱ一人一台にもなるとやっぱ子供が何人もいる方とかだとあと親の方とかハマっちゃったりとかしません？子供がやってるから面白そうっていう意味で、だからすごい多分人気なんだろうなっていうのが納得したんですよね。そうでもなんか見たらミクルン出遅れのあつ森って言われてた出遅れです。出遅れでもいいんです。ゲットできたことで私は満足してます。あなたも芸能人確かに。でもなんか他のテレビに出てらっしゃる芸能人の方とかもすごいやってるじゃないですか、いろんな方が。だから多分自分の好きな芸能人の人がやってるとみんな欲しくなるじゃん。だからそういうのでも多分みんなあれだったよね。なんか YouTuber さんもすごいやってたからさ、多分そういうので気になった人とかは多分買っちゃうと思うし。出遅れいいんだよ、私そんなもん出遅れなんて気にしないよ。やりたいことはやる。ミクピピポケモンしようぜ。ポケモン、あもうまた壊れちゃった。しょぼ闇何回壊れるのって感じ。また作らなきゃ。木の枝拾う、もうやさ、もう4回ぐらい。そうあれなの。でもリカ子ちゃんにね聞いた、あつ森リカ子ちゃんやってるの知ってたから、リカ子ちゃんにどうしたらいいのかっていうのを聞いたりしてる。えね、でもさこの初期の段階ってさ通信できない？まだちょっと他の人の姉妹ってさちょっと参考にしたいんだけど、まだダメかな。初期の人はまだそんな機能使っちゃダメみたいな。網作るために木の枝、私仲いい友達がやってないって言ったじゃないですか。つもり待って、みんなのコメント読む。えまだできない、ショック。早くできるようになってほしいな。だからまずはマイルを貯めて、お一戸建てのお家をお金だけ一方的に貯まってく。なんか3万ちょいぐらいお金貯まった。草とか抜いたり貝殻とか虫とか魚を売ったらすごいお金になったのに、なんかマイルだけ全然貯まらない。そう名前呼べないけど、すごい頼りにしてます。ファンの方で集まりやっててね、ミクルンルンルンのハッシュタグで載せてくれたんですよ。私の島こんな感じだよっていう、その東京のテーマパークをちょっとイメージしてるやつの写真載せてくれて、なんかちょっと結構頼りにしてます頼りにしてます。何が水槽かからじゃないって、何が何がリカピになんか言おうとしたけど忘れちったじゃあ思い出したらリカピに言っといてね。まだできないかも。お姉さん腰を曲げてください。あ私最初は大変そう。ピンクのスターな、欲しい。もうどうしたらいいの。私中井リカさんの、はい、YouTube 見てるんですけど、そこでね見たよ。ミクルンと話しようしよう。ちょっと待って、そうまた載せる、載せて。このクマに羽ちゃん生えてるアイコンの方載せてね。ハッシュタグとアットマーク使い方分かりません。ハッシュタグはタグだよね、なんかトレンド入りとかになってるやつで、アットマークは相手の人のユーザー名だと思う。なんか楽しそう、楽しいよ。出遅れ組だけどみんな一緒にやろう。握手みんな一緒にやろう。そのね出遅れとか関係ないよ全然。もうそんな、あそっか網壊れちゃったんだ、作りに行こう。中井梨花ちゃんは見てます。中井梨花ちゃん言っちゃった。中井梨花さん好きなんですよ。なんかピンク系ですよね。 NGT48 さんができてすぐ中井梨花さんはあれだった。
袋今つむり開いた、イエーイ。私あれがいいんだよね、なんか島の評価をもらえるんですね、星5みたいな、星5になるまで頑張る。まずでも私が参考にした、ないしたいなと思ってる方すごいんですよ。もうレベルがもう違いすぎて、私はもういつになったら完成するかなという不安がすごいです。ミクピピ優しいな、え、なんか言ったっけ、忘れちゃったなんて言ったか。たぬきマイレージある、あつ森のスマホにありますよ。ちょっと待ってね、今売ってる。イエーイ、楽しい島生活スタート。レベチすぎてドカン、そうレベチすぎてなんかびっくりしちゃった、わーおみたいな感じ。そうめっちゃね、おっきいお城建てたいの、ピンクのお城みたいな、おっきいなんか門みたいなのつけたいと思ってる、個人的には。頭の中ではすごく完璧なんですけど、まだ現実にできてなくて。ちょっと待ってね、マイレージね、オッケー。どうしたらいい？機械音痴の人みたい。あ、待って、マイレージ、マイルゲット。え、これ何個貯まったらお家建てられるんだっけ？500だっけ？あ、5000だっけ？ちょっとこのタヌキに話しかけてみるね。え、もしかしたら家建てられるかな？ちょっといけるかもしれない。出られるかも、5000マイル貯められた。あ、たぬきちさん、そうそう、たぬきち、つぶきち、まめきち、ちょっとわからないけど、あのどれがどのたぬきかがわからなくて困った。パスポートにアクセスするとマイル交換サービス、お金だけ貯まる一方なんだけど。マイホームの相談、イエーイ。え、9万8000ベルのローンだって。もういいよ、立てちゃう立てちゃう、先に進まなきゃ何も始まらないから。で、屋根の色ピンク、やったー。ハイタッチ、みんな、はい、みんなハイタッチ。ソーシャルディスタンスのためちょっとハイタッチはエアで。やったー、ピンクの屋根の一戸建て、まあ、ちっちゃいんですけど、あのできました。9万8000ベルってことは、橋かけたりするとき20万、それは皆さんどうやって貯めてるの？私今は屋根黒、え、かっこいい黒も、ハイタッチ、イエーイイエーイ。部屋の中あとちょっと頑張るね。あつ森のお金かけ、そう、お金ね、お金大事。あつ森のたぬきちマジでヤクザ。みんななんかあんま好きじゃないよね、たぬき。ちょっと待って、コメント読むと指で隠れちゃう。やったじゃん、おめでとう、みんな優しい、ありがとう。株、どういうことどういうこと、株やるしか、何そのちょっと危険そうな株って、何何。明日には素敵なマイホームだって。ちょっと時間変えたくなっちゃうけどさ、まあいいや、我慢しよう。グッタッチ、何時になったらお家立ってる？ちょっと早く早くってなっちゃうタイプ。あとはリでサソリ、サソリとかタランチュラ捕まえて売る。おお、なるほどね。島に来た友達、もう島に呼べるの？やったー、ちょっとお家嬉しいな。今3万5000、4万ぐらいあるよ、お金。ちょっと、ATM に5000ぐらいなんか適当に入れたから、ちょっと5000抜いてくるね。下ろしてくる。日曜日の午前に壁売りに来るから、それ買って。なるほど！なるほどね。ちょっとみんなもここで勉強しよう。マイル交換サービスだって。ちょっといろんな、機能、なんかもうね、昨日、あの島ができて自分 の、 あの名前決めて、なんかちょっともう何をしたらいいか分からなくなっちゃって、
ちょっとなんかつまんなくなっちゃったんですよ。何したらいいか分かんなくて。だけど今日の朝になっていろいろ魚とかいろいろ捕まえたりとか釣ったりとかしてお金になってちょっと楽しくなってます。私早く服屋さんがさできてほしいんだけど。5円だけ下ろしちゃった。ちょっと違う違う。いくらだったんだっけお家。そうそう、昨日はもう何していいか分かんなくてちょっと飽きかけちゃった。もうわけわかんめになっちゃって博物館はある。博物館はどこにあるの。あ、そういうこと。マイル交換って、ダメだよ。今250マイルしかないからもうダメダメ。そんなもったいないことはしないよ。たぬけショッピング、すごい可愛い服欲しいんだけど、まあいいや、今はこれで我慢する。その時はしまうしまうしか。なんかハートの池をの地図にできたのに、最初ってその何タヌキチさんがいるところの中しか入れないじゃないですか。川飛び越えられるんじゃないですか最初。だからまだハートの池見れてないの自分の。だから高飛び棒がね今一番欲しい。売りに行かせてもらう。なるほどなるほど。服前デザインとかで自分が好きなデザインできるよ。なんか欲しい服があるんですけど、それは人からのデザインのものはまだできない。壁にぶつかると飽きちゃう。そう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 。ミクロンやっぴやっぴー。待って今37分ね。高飛び棒はちょっと博物館はどこにあるの。まだねあれしかないよ。あの子何あのたぬきちさんがいるとこ。高飛び棒っていうのはなんかあの高飛びする時の棒ってこう刺してピョンって飛ぶじゃないですか勢いよく。その棒があってそれを使うことによって川を飛び越えられるんですね。だから島を移動するには高飛び棒がいるの。あ、なるほどね。レシピを手に入れなきゃいけないってことね。オッケーオッケー。みんな詳しすぎてちょっと助かってます。ありがとうみんな。もうみんながあれになってくれてる。攻略本的な感じの役割。頑張ってね今マイル集めてんの。株90ベルで調べ90ベルで調べたら他の人はですか。なるほどね。ちょっと株が大肝心なのね。 OK。そう、私はちょっと欲しい服があるんですけど、ちょ高飛び棒早く作るなみたいな。ミクロの役に立てるから集まりやっといてよかった。そう、すっごいね役に立ててますみんな。本当に嬉しい、ありがとう。あれあれ今度斧がない。斧作りに行く。ちょ木の枝今何本、あ4本だったから1本拾って。だからみんなで教えて、もう本当にありがとうございます。もうね、ネットで調べてね、困ってたのずっと。どうしたらいいのと思って。マイルよりベル。あ、なるほどね。お金を貯めた方がいいってことね。今ね、4万円ぐらいね、貯まってる。今日1日でね、立てた。攻略も捨てたんだっけ。そう、DS の時は買ってたんですけど、捨てちゃった。もうなんかママが多分、いらないと思ってね、捨てちゃったんだよね。あつ森に、あぶねだから、雰囲気でコメントするぜ。雰囲気で全然みんなコメントして、全然あの集まりの話じゃなくても全然してください。材料が足りないって言われたんだけど、あ買えばよかったんだ。あ困ったもんだ。あ2040人の方見てくださってありがとうございます。よかったらフォローとコメントしてくださったら嬉しいです。うん、頑張る。化石集めてる。鉄鉱石だっけ。なんか頑張って。このマミキッチさんからあの斧をですね、あの買いたいと思います。800
ベルとかしょぼい斧なのに800円もかかるんだよ。わお、ちょっと高くないとか正直に思う。まあでも頑張るよ私は。今ね斧買った、なんか壊れちゃったからちょっとやりすぎて。なんか斧ね買ってすぐ一個の岩こうカンカンしてたらもう壊れちゃったの、びっくりした。すごい800円が無駄になった気分。だからちょっと石を集めときます。やばい。でももう蜂の巣に2回出会ったの私、逃げ切ったけど。そう800円だってさ、しょぼい斧なんだよ、もうすぐ壊れちゃう斧なのにさ800円もするの、びっくり。ちょっとカブトムシみたいなのいるからちょっと捕まえます。まで捕まえる、いけーい。あ逃げちゃった、もう最悪。あバッタ捕まえた。石とか粘土とか鉄鉱石とか、あえ私めちゃめちゃ売っちゃったんだけど。ミクランアイドルとは思えない、庶民派っていいことですか。ちょっとそうなんかしょぼい斧、しょぼい網っていう名前なの。ちょっとしょぼいってつけないでほしいよね、ちょっと気分的にちょっと悲しくなっちゃう。しょぼいはリアル世界にひたすら石を集めるミクロ。そうですねえなんか今飛んだんだけど、なんか変な機能使っちゃったのかな。もう全然ついていけない。 DS の時とはだいぶ進化してます。網持って円をしながら近づかないと。何それ、ちょっとコツがあるんですね。タヌキチに何すればいいって聞いてみて。いいよ、タヌキチって誰。あちょっと大きめのサイズのタヌキさん、何すればいいって聞けばいいの。いいよ、何をすればいいの。虫や魚取ってだって、楽しんでって、何か捕まえたら見せてほしいなだって。毎回同じコメントだよね。あ違うよ、なんかねしょぼいって名前なの、質のよろしくない斧。そうそうそう、そういうのいいけどさ、しょぼい斧、しょぼい網、しょぼい釣り竿って名前なの。しょぼいと思うんだったらさ丈夫なものを作ってよって思いません。ちょっと寄与するの怖いんだよね、蜂がと2回でやってるからね。えでもあのね、何個かねあの魚渡したりしたよ。フータでどんな顔してる人。ちょっとあでも私もともといる住民さんのお顔がですね、一人はちょっと可愛いんですけど、一人はちょっとあんまり好みではない方でした。そうなんかちょっとなんかコアラなんですけど、なんかあまりって感じ。一人はなんか青色のちょっと何のキャラクターだったか教えちゃったんですけど、あ、フクロウさん、あ、それは DS と同じだよね。なんか前もフクロウさんみたいな人だった気がする。服屋さんとか早くできてほしいな。あ、お金落ちてきた。100ベル。あ、ほら、コアラ。コアラいた、オレンジの。なんか、魚釣ってる。魚いないのに。話しかけてみるね。なんて名前の人かちょっと言っていいかな、名前。網で殴っちゃった、間違えて。キャンベラさん。キャンベラさん。話しかけたのに、じゃあねっていう。ちょっと話しかけたんだ。あ、魚釣り終わったみたい。そう、キャンベラさんがいます、私の島に2人。と、1人がその人で、1人が、なんか青色の、ちょっと可愛らしい顔をした子で、もう1人は妹です。この柔らかいなんか木をさこう斧で、木材って必要なんですか。キャンベラさんね、間違えてさ話しかけたらさ、あの網で間違えてめっちゃ申し訳ない。あこの子、この子クマさん、あポンチョって名前の青いクマなのかな、オイラって言ってるから多分男の子なんですけど、この子はまだ可愛いのでいいです。
でも、もう一人のコアラはあんま好きじゃないから、ちょっと追い出さなきゃなって思ってます。追い出さなきゃなって。木材大事？もう私何でもお金にしすぎちゃってさ、全部売っちゃったんだけど。やばいやばい、ちょっと大事にします。蜂の巣あんまないから嬉しい。あ、お金また落ちてきた。いいね。ミクのゲームでは少しやんちゃになります。間違えて頭ボンってしちゃった。木材で家具作る。なるほどね。普通の木材がめっちゃ大事。なるほど。なるほどね。ちょっと私今テントの中にですね、ランプしかないです。ベッドとなんか最初から置いてあったなんかよくわかんないラジオみたいなのは売りました。お金にしちゃいましたね。木とか揺すってる？すっごい揺すんでる。木をなんか何回も揺すると木の枝がいっぱい落ちてくるっていうのをですね、なんか YouTube で見たので、揺すりまくってます。あ、出てきた。最大5本ぐらいはでも落ちてきますよ。今もね3本してた。いいですね。3本落ちてきたよ。いい感じ。もう木の枝をたくさんねもう拾っとく。あとなんか気になる木のあったかな。まだコアラの人さ、魚いないのになんか釣ってるんだけど、なんかこの二人ともなんか同じ池で釣ってるの面白い。二人してなんか魚いないのに釣ってる。そういう演出。え、なんかなんか光ってる部分があるんですよ、地面がね。それは何ですか？なんかすごいものでも落ちてるのかな。ずっと同じとこ光ってるんですけど、スコップがないから掘ることができなくて。そういうのは皆さんどうしたらいいんですか？斧で土はできます？できないですよね。木の枝にするとたまに家具が。え、そうなの？今プレイスを見れるんですか？そういうの。私結構短いと思う。なんか妹がやってるから。え、でもさ、あれなんだよね、お金埋めて金なる木できるよ。え、そう、それのやり方知りたいんですよね。掘りたいけどスコップないから掘れない。どうしよう。ちょっと DIY レシピにね、ないの、ない。まだしょぼい斧としょぼい釣り竿としょぼい網のみ。スコップのレシピをどうやって手に入れられますか？もう何でもみんなに聞いちゃって。あ、じゃあスコップができるまでここの穴は光っといてくれてたら一番いいんですけど。本当にだよ、私こんな序盤なのにさ、こんなさ喜んでるんだよ。これから長いよ、あつ森は。スコップ売ってない、売ってない。レシピって売ってるの？攻略本買うべきですかね、ちょっと私。え、ちょっと行ってくる、たぬきさんとかに。砂浜を朝歩くと瓶が落ちてる。瓶拾ったらいいのかな。たぬきさんいる場所の石右の棚にないかな。嘘嘘、見てみるね。え、ちょっと待って、どうしたらいいんだ。ここ？え、どこどこ？教えて。え？DIY のレシピがたぬきさんの横の作業台にあるの？まだです、ないね。ちょっとどうしたらいい？ちょっと攻略本買うべき？わけわかめだ。そう、これ僕はなくてもこんな感じでやっていけそう。本当に？あ、こんにちは、初見さん来てくださってありがとうございます。コメントもありがとうございます。せっかち、せっかちだよ。なんか行列を並ぶのはまだいいんですけど、こういうゲームに関してはちょっと早く進めたくなるタイプ。うん、ないですね。初見さんありがとうございます。ちょっと名前がありがとうございます。初
嬉しい。最近書店さんがね増えてきてるからね、嬉しいな。皆さんピンクのハートにしてね、フォローしてください。よかったらお願いします。商店が、あ、なるほどね。じゃあ私はもうまだないってことですね。わかりました。瓶の中にレシピ、あ、そういうことじゃ。朝砂浜の方歩いて瓶が落ちてたらレシピが入ってる。こんばんは、フル、ただいまんご、おかえり。いや、てかフータとは会えたんで、まだ会えてないんですよ。今日たぬきさんにお魚とかをなんかあげて、なんか博物館がなんちゃらとか言ってて、2日目だけど、昨日はね本当に島の名前決めたところで終わった。あのなんかスマホもらって終わった。そう、やっぱストレート嬉しい。ストレート、もうなんか髪の毛何もセットせずにお仕事行ってた。木と石でなんか作れそう。あ、じゃあそこでし、あ、なるほどね。ちょっとふーたさん早く誕生してくれないかな、出てきてくれないかな。明日頃にさ、アイドルらしくないけどミクルは可愛い。嘘、アイドルらしくないってちょっとあんまり褒め言葉ではないですよね。ちゃんとアイドルですよ。ゲーム、え、私アイドルらしくないみたい、ちょっと不安になってきちゃった。実質そうだよ、実質1日目なんですよ。本当にちょっとフータに早く会えますようにって願っとくね。フータさん、明日にはちょっとフータさん来てほしいな。予備知識がない方が驚き方が多く、あ、なるほどね。もう驚かされてばっかりですよ、ちょっと皆さんの、あの教えてくださることで。ちょっと嬉しい、ありがとうございます。タイムトラベルしよう、え、していいかな。明日、明日の朝9時ぐらいになったら家立ってるかな。ちょっとそれは早すぎる。え、明日の9時に時間設定して、あ、ちょっと魚釣れる、イエーイ。これはブラックバス、あ、2回目ですね。あんまりレア感はない。大丈夫、ど真ん中、あ、嬉しい。そうだよ、妹にしまらされるからちょっと悩んでる。フータのテントの場所は決めてある？全然決めてない。博物館ができたらフータさんも来るよ。嘘、フータさん決めてない。なんかもうさ、追い出す、なんかもう一番最初に飛行場ついて、あ、もうこの住民さんはちょっと私あんま好みじゃないやと思った人は、もうあの、なんていうんですか、厳選した時に絶対ちょっといいやっていう感じなので、なんかその方のテントの場所はちょっと適当に決めちゃいました。あ、釣れなかった魚。4時59分と5時が、え、何それ、そんなのあるの、ちょっと待ってね。え、じゃあ明日の何時にしたらいいかな。で戻せばいいんですよね、その本当の時間に。そしたら何事もなかったようになります。DS の時はね、もうなんか何十年後とかにしてたから、帰ってきたら草がすごいことになってたりとかしたんですけど、家の場所は後から、え、そうなんですよ、家のね場所が後からね移住できる、なんかお金はかかっちゃうけど変えられるっていうのを聞いて、私もちょっとあのテントの場所は、自分のテントの場所もそんなこだわりはなく、ちょっと広めなとこにした。フータのテントは預かってる？え、まだ預かってない。みんなすごいね、すごい知識が。そろそろ50分経過、了解です。ちゃんとね時計見えてる、あと10分ぐらいかな。こんにちは、あ、初見さん、ありがとうございます。女性の方かな、ちょっと分かんないけど、ありがとう、かわいいね、ありがとうございます。かわいいねなんて、ありがとうございます。50分経過したよ、スクショタイムもちろんしますよ、ちょっと待っててね。そう、今日はそんなにまだ眠くないからし、あんま別にもうお腹空いてないから、夜ご飯も別にいらないから。あ、でも今日ね、実はね、新しい服着てるんですけどね、あの白だから多分ちょっと見にくいと思うんですけど、こんな感じ、お花になった服なの、これ見える、みんな白だから、ただのちょっと白 T シャツみたいに見えてると思うんだけど、光でちょっと待ってね、ライト薄くするね、じゃん、見える？
お花になった服なんだ。ここがちょっと派手めなデザイン。今日はこれにジーパンっていうの、ジーパン履いてました。ママにもらったの。なんかママが黒を注文したのに白だったって言って、そう、白服ありがとうございます。毎朝たぬきちさんと会話したのでいろいろヒントくれる。了解。そうです。お、女性の方ありがとうございます。嬉しいです。そう、これねフリルじゃなくてね、お花なの。見せるね。こんな感じ、こういうお花になってる。ママは黒を注文したんですけど、したつもりが白だった。だから私にあのくれました。可愛い写真もママで送ってください。了解です。可愛いですね。そう、お花可愛い。嬉しい、ありがとうございます。そう、お花になってるの。ちょっとあつ森はセーブしよう。最後ぐらいちょっとみんなとちゃんとお話しするね。セーブしてちょっと閉じとく。お花には嬉しい。でもこれね、なんかリボンタイプのデザインもあってね、あのねリボンも欲しいなって思った。ミクルンって呼んだら、え、もちろん全然何でも大丈夫です。ミクルンが一応あだ名だから、全然ミクルンでもいいし、何でもお好きなように呼んでください。 OK です。ちょっとセーブした。でもね、多分ママね白は着ない気がする。黒がいいって言ってたから、わかんないけど、全然共同でもいいけどね。汚さないようにしないと汚しちゃいそう。私結構白の服はあの汚しますね。前白 T シャツはあの化粧してたらマスカラのダマが服に落ちてあの取れなくなっちゃって、黒いシミができてるからあのパジャマにしてます。今どれくらいだろう。充電 86%。 充電結構遅め。ちょっと待ってね、あと7分ぐらいだから、ちょっと先にスクショタイムにする。ミクロンって呼ばせていただきます。嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいな。ちょっと待ってね、ちょっとどっちがいい、こっちがいいか、もういっか。耳あんま最近あれだよね。そう、これで今日お仕事に行ってた。スクショタイム。どう？耳出すの好き？あ、じゃあ耳出しとくね。両方耳出しとくね、じゃあ。今日でもね、久しぶりってほどでもないか、でも。リカゴちゃんにね、会ったの。たまたま。ちょっとだけお話しした。でもちょっとリカゴちゃんね、ちょっと集まりについて、ちょっと聞きたいから、聞いてもいいかな。あとでちょっと連絡してみます。ミクロンはどんどん可愛くなって確信してる。ありがとうございます。なんか誕生日配信の時の自分、結構なんか皆さんのスクショ漏れてたなって個人的に思った。ちょっとそう、これ漏れてた。この顔してた時なんかすごい漏れてた。りかこちゃん、そう、りかこちゃん、指ハート、たまたまそう聞いたことあるよね。可愛いです、ありがとうございます。ありがとうございます。ミクロン毎日可愛い。最近結構みんなとねお話できてるから、そう、昨日ねあのね、あの上げてくださったね、あのスクショでね、あのちょっとなんか私お化けみたいなスクショあった。あの光がすごい当たってるやつ。ほんとほっぺた嫉妬してよね。嘘、嬉しい。でもまた最近体重落ちつつあります、ありがたい。でも最近なんかあんまりそんな一日なんか一食系が多いかも。なんかそんなちゃんとした食事を一日2回とかなくなった。あのだるまさんのアイコンの方なんですけど、私があのライトが当たってる時のスクショ載せてて、めっちゃお化けみたいだった。笑顔が最高にキュートです、ありがとうございます。でもなんか顔の丸さだけは抜けないよね。なんか顎はシュッとしててもなんかこのお肉が減らないのかな。わざとあげたんだけど、全然なんかあんな風だったんだと思ってね、面白くて見てた。ゲーム長時間してたら怒られたりするよ。なんかご飯中とかはやってたら怒られるっていうか、ダメだよみたいな感じだと思うんだけど、別に長くしてても怒られはしないです。
落としすぎないちありがとうございます。まあ頑張って食事制限してるからいいんだよ。自己顔乗せちゃダメ、もうダメよ。自己顔乗せたらもうダメダメ。それでいいかも。ありがとうございます。でも私生写真の写真見て足は別にあそんな太く見えなかったんですけど、なんか二の腕のお肉だけ全然となんか落ちてないなと思ってびっくりした。どんなミクロも嬉しい、ありがとうございます。すごいアイコン可愛いんだけど好み。自己顔どかない、自己顔ダメ。自己顔と半目と下向いてる時の写真はあんま好きじゃないから、ちゃんと画面を見てる時のミクロのスクショでお願いします。そう、あのみんなちゃんと水分補給をしようってことでね、ちゃんと飲みましょう。じゃその気持ちよ。なんかこういう姿勢、例えばこう歌歌ってる時にこういう姿勢すると二の腕がさブニってなるじゃないですか。これって何なんですかどんだけ細い人でも多少ちょっとブニってなるじゃないですか。ブニってこう肉がちょっと困ってます。そういうのだからどうしようと思って、なんか青春ガールズコーナーが歌ってる時にさこうちょブニってなっちゃうのすごい嫌だ。どうしようと思って困ってる。うん、あと3分。何なんですか困ってる。29時間配信楽しみにしてていいの。うんうんとか言ってまあさあ私はいつ出るでしょうかっていうことでよろしくお願いします。3000人突破。嘘、こっち2966になってる。まあでも見てくださって皆さん、あ本当だ、3000人ありがとうございます。よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。二の腕に注目して、ねえダメダメ本当に。29時間、でも年齢的にもさ考えたら多分出る時間帯はそんな遅くないっていうことは多分わかると思うんですけどっていうヒントですってことでもう2分だから配信終わりにしようかな。配信ありがとう。そう最近みんなとねあの毎日1時間お話できてるから嬉しいです。ちょっと集まり頑張ります練習も頑張ります。青春ガールズの皆さん楽しみなことが多いですね今月はって言っとくちょっと待って。ってことでみんなスクショタイム終わったからね、見てくださってありがとうございました。ベイちゃんの可能性もあーんそれはないかな、それはないかなっていうことだけ言っときます。ちょっとヒント与えすぎちゃったかもしれないから皆さん楽しみにしててください。3070人の方ありがとうございます。よかったらフォローとハッシュタグみくるんるんでツイートしてくださったら嬉しいです。ってことで皆さんバイバーイ。